ウクライナ情勢最新アップデートということをお届けしたいんですが、まさかのね、プリゴジン裏切りということでね、びっくりした方も多いと思うんですよ。大手のメディアも報じてたんですけど、気づいてない人多くてね、私の動画を見て気づきましたみたいな人もね、結構たくさんいまして、ありがとうございました。で、今日もですね、このウクライナをね、主に戦況をですね、まあ、アップデートしていきたいんですが、あんまり詳しくね、言わないでくれみたいなね、ご要望もありますので、一応公開されてる範囲でやっていきたいなと思うんですけど、現状ですね、バフムトね、簡単に言うとね、情勢を簡単に解説すると、これまあ、バフムト街だとしますよね。周りをぐーっと攻めてるのがウクライナです。これね、ぎゅーっとここね、もう今閉じそうです。閉じそうなんですけど、真ん中にいるのがこのまあ主にワグネルを主体としたロシア軍なんですが、ここはですね、逆に押してるんですよ。わかります？市内ではね、ほんの数キロですけれどもね、もう砲弾バンバン撃って前進してます。ただその砲弾もですね、ウクライナ軍に撃たれないように砲弾の雨を降らしているので、味方にもちょっとヒットしているような感じなんですけど、それでもね、真ん中からは前進している。ただこれね、普通に考えてですよ、真ん中グイーって前進すると、ここ後ろ囲まれて完全に包囲されてね、ボコボコにされるっていう危険ありません？やけくそのようなですね、アタックをしているということです。私を監修してくれてるですね、専門家にね、バフムトのその市内を全部取ったとしても、周り囲まれたら全滅しません？というふうに聞いてみたんですけど、その可能性はあると。ただですね、ウクライナ側もですね、ちょっと兵力が足りてないので、まあ、そこにワンチャンかけてるのではないかということです。まあもしですね、中にいるこのね、ワグネルを徹底的に滅ぼすんだったら、5個師団ぐらいないと立てこもられちゃう可能性はあると。とはいえですね、ウクライナ側としては市街地が落ちても、シャチフヤーというね、まあエリアね、ちょっと高台なんですけど、そこから砲撃できるので、軍事的には問題ないと。取らせといてね、周り固めて兵糧攻めにすればいいんじゃないかということです。ただね、ウクライナ側としては、もうちょっと手こずらせてですね、今回のね、プリゴジンの裏切りのような、ロシア側の政治的な混乱を、まあ、引き起こしたいというのはあるんでしょうと。さらに言うと、ロシア側としてはね、バフムト全部取ったと、100% 取ったぞと、大勝利みたいな、まあ、宣伝もしたいと。まあ、政治的にレバレッジかけちゃいましたからね。そういう、こう、ちょっと双方の思惑がですね、交錯して、今、バフムトね、中心部はロシア軍、周りはウクライナ軍というような、まあ、展開になってる。ただですよ、普通に見れば、周り包囲されて補給断たれたら、これ真ん中にいる部隊の時間の問題ですよね。さらに言うと、ウクライナ軍は高台取ってるんで、上からボコボコ砲撃できますからね。ガンガン削っていけるでしょう。まあ、その間だからまあ、プリゴジンが断末までね、また余計なこと言えば、まあ、ロシア国内に政治的な混乱が広がるのではないかといったですね、そういう計算も成り立っているということです。一応ですね、これに関していろんな海外のですね、オープンソースインテリですね、オシントンのアカウントの人が言ってるんですけれども、最近私がちょっとフォローしたね、このテンダーさんという人ね、ワグネルの状況についてツイートしてるんですけど、ウクライナ軍が攻撃を加えてる間、さらに側面からまあ攻撃してるにも関わらずですね、バフムトにですね、ワグネルがね、主力部隊をやっぱ集中し続けているということです。この情勢というのはですね、マリインカというね、町でね、ロシア軍まあ以前全滅しましたけど、あの時に非常に似てるというふうにこのテンダーさんは言っております。さらに続けてですね、ロシア人はこれが良いことだと信じてやってるんだと、ようやく分かりましたと。なるほどと。私をね、いつも監修してくれてる専門家が言ってるように、バフムトを全部取ったと、ね、市街を全部抑えたっていう政治的な宣伝をすることがロシア軍にとっては重要だということとも一致しますよね。そんな感じです。他にもですね、ゾイドキ1974さんという人かな、この人もですね、戦況についてねツイートしまして、バフムト側面でウクライナ軍が成功を収めているにもかかわらず、ワグネルは市内で前進を続けていると。ウクライナの管理下に残っているのはわずか12棟の高層ビルと市内の 3% だけということで、この 3% を落としてですね、政治的な宣伝につなげたい、バフムト取ったぞということでロシア軍が鼓舞されるみたいな心理戦に近いですね、そういう展開になっているのではないかということです。これに関してですね、一応 ISW ね、戦況全体をレポートしているのがいいかなと思って ISW の最新のレポートを見てみました。公開情報も含めてですね、ここいろんなことが出てるんですけど、ちょっと読みますと、ロシア軍は13日夜から14日にかけてウクライナに対して一連のドローン及びミサイル攻撃を行ったと。要はそのウクライナ軍の強めの威力偵察もしくは反攻作戦のね、準備段階に対して一応反撃をしたということです。ウクライナ側の主張によると、ロシア軍が不特定多数のドローンをウクライナに向けて発射し、ウクライナ軍が18機のシャヘドを含む25機を破壊したと。ウクライナ参謀本部はロシア軍が23機のシャヘドを発射したと述べたということです。シャヘド以外のものも含めて25機落としてるんで、これは計算合ってますかね。シャヘドだけで23機と、ウクライナ参謀本部はまたですね、ロシア軍が黒海から不特定多数のカリブルミサイル等を発射しですね、ウクライナ軍が3機撃墜と。さらにですね、ロシア軍がエルノピルとミコライウ、それからハリキウと、ゾロチフで、民間インフラを F-300 ミサイルで攻撃したと報告したということです。このですね、テルノピルっていうところね、これ結構西側にある町で、今ね、そのいわゆる親ロ派アカウントがですね、このテルノピルで大爆発があったと、ね、いうことで画像を出して煽ってるんですけど、どうもさっきのテンダーさんね、新党アカウント曰くですね、爆発の画像が今年の初めイランで起こった大爆発のキノコ雲を合成して CG ですみたいな感じで作ってんじゃないかと。実際ね、テルノピルに攻撃あったことは確かなんですけど、攻撃されたのは民間インフラで、大きな爆発が起こったかどうかちょっとよくわかんないんですね。宣伝されてる大爆発
の他にもいろんな煙出てるやつあるんですけど、なんかちょっとどこがどうされたのか、あといろんなまあこれも噂出ていて、ソ連時代のね宇宙開発やるためのロケット燃料とかが貯蔵されてるね、旧ソ連時代のストレージがあったらしくて、そこが撃たれたかもしれない。でそこは別に弾薬とかないので関係ないんじゃないみたいな話とかね、もともと守ってなかったしみたいな話とか、ちょっとこのねテルノピルの件に関してはですね、情報が交錯してます。実際にそのねロシアが言ってる通り、 NATO のね弾薬の集結拠点でそこが大爆発起こしたんだっていう可能性もゼロではないし、さらにまあ今出てる民間のストレージにたまたま弾が当たったと、要はその宇宙開発公社みたいなのが民営化されてもう金なくて戦争になって放置してたロケット燃料に引火しただけかもしれないし、この辺はちょっとよくわかりません。いずれにしてもテルノピルは攻撃された。ただあの大爆発はちょっとまあ言うつばなんであんまり拡散しない方がいいかなと思います。あれやってるのは親ロ派アカウントだけで、結構釣られてる人多いんですけどね。私も一応ツイッターでこれ違うかもしれませんよと、テンダーさんのね言ってるこれ爆発の形状全く同じなんで、イランの爆発かもしれません、そこははめ込んでる GG かもしれませんよということを言っておきました。さらにアイスアブのレポートね、公開であります。ロシアの無人機やミサイルによる定期的な攻撃はウクライナの反抗作戦の能力を短期的に低下させることを目的としていると。民間インフラを攻撃してたんですけど、あんまりこれが効かねえと分かってですね、やっと今この軍事目標を狙い始めているということをまあ言っています。特にですね4月19日以降ね、後方地域で少なくとも10回の連続攻撃がまあ行われたと。民間インフラキャンペーンは失敗したんで、その時にですね高精度のね誘導ミサイルがまあだいぶ減ってしまったんで、その分を補うためにですね、このシャヘドのドローンをね、イランから買ってきたドローンをまあ大量に使ってね、まあ、いわゆる飽和攻撃ですよね。相手の防空システムをまあ飽和させて何個かは生き残って当たるだろうみたいな攻撃をまあ仕掛けているということです。この ISW 曰くですね、作戦のですね標的とされる場所と限定的な性質はこれらの空爆の効果が低下しているものの、ウクライナの能力全体を大幅に制約しないであろうと、現在の反攻作戦開始に対するロシアの能力に関心を持っているということを言っています。それからあとバフムトの件ね、これもレポートしてまして、ウクライナの国防副大臣がね14日にバフムトの北と南の郊外にある10以上のロシア軍陣地を占領したと報告したと。でロシアの軍事ブロガーはウクライナ側がですね4つのエリアで攻撃し、不特定多数のですね新しい拠点を構築したということをまあ認めていると。さらにプリゴジンがですね13日から14日の夜にかけていかなる攻撃も行ってないとまあ主張しているということですが、現状ですねワグネルは市内の中心部に向けて突撃を続けているということです。で ISW はですねバフムト周辺のウクライナ軍の新しい陣地を目視では確認できていないと。ウクライナ東部軍スポークスマンによるとですね、バフムトにおけるウクライナの主な目標は正面からの攻撃ではなく、ロシアの集中地域を破壊して都市を包囲することだと強調したと、いうことです。それからロシア国防省の話としてですね、ウクライナの反撃に対するロシアの防衛努力を称賛することで、バフムト近郊では最近のウクライナ軍の成功から目をそらそうとしているということで、まさにですね、あと 3% っていうね中心部を取ろうとして全力で攻めてきてると、包囲されてるのにですよ、突破してきてるっていうのはまさにこのねウクライナの反撃に対する防衛努力を称賛することで、ウクライナの反撃ねすごい来てるのから目をそらせると。こんなちっちゃいことをガーッとクローズアップしてですね、士気を鼓舞するみたいなね、そういう意図もあるのではないかと ISW は分析しています。なかなか鋭いよね。ロシア国防省はウクライナ側の反撃を全て撃退したと言ってるんですけれども、あの例のね大佐が何人か死んだってことも認めているということで、これねなんでこんなことせざるを得なくなったかというと、軍事ブロガーからねお前これやられてんじゃねえか、こいつ死んだんじゃねえかみたいなことを突っ込み入れられて、さすがにですね苦戦しながらも頑張ってます、一応勝ってますみたいな発表せざるを得なくなったと、そういう状況に追い込まれていると、この ISW はね分析しているということでございます。ということで現状ですね、実はバフムト以外の地域でもウクライナの反撃なのか攻撃準備なのかね、いろんな作戦ちょっと実は始まっているんですが、公開されている情報の範囲内で現状のね戦況をまとめました。ロシア側としてはですねかなり差し込まれてるんですけど、その差し込まれた部分を隠すためにバフムトでの大戦果が今必要だということで、相変わらず政治的な軍隊だなという展開が続いております。ということで引き続きですね、新しい情報入りましたらアップデートしていきたいと思います。今日内容面白かったらぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら X ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。